刻は深夜0時を回りました。全国の皆さんこんばんは、矢吹奈子です。この時間は文化放送をキーステーションに全国の皆さんに向けて生放送でお送りしています。11時台はアイドルグループ僕が見たかった青空の西森彩ちゃん、柳堀かれんちゃんが来てくれました。2人のキュンゼリフも聞けちゃいます。でね、その前にいろいろね話したことがあって、クレーンゲームで最近トワイスのキャラクターのねラブリーちゃんを撮ったり、ラブ&ベリーっていうねキャラクターのやったりして、うん、すごいね大変だったんですけど、すごい楽しかったってもう無事に撮れてよかったっていうのをね話したりしてて、あとはあれですね、あのフォロワーを増やすための企画のハッシュタグも募集してましたね。そう、質問コーナーの質問コーナーやったらどうなのっていうメールが来てて、それのハッシュタグを考えようと思ったんですけど、それも募集しちゃおうっていうことで、まあ最初は普通にナコへの質問とかにしようかなって思ったんですけど、なんか今まで来たのだと、あのナコクエ、ナコエクエスチョンのナコクエとかねありましたね。ぜひそれもお待ちしています。前半のね2時間は放送地域外で聞けないという方もラジコプレミアムに登録してぜひ聞いてください。そんな今夜のメールテーマは、キューボ矢吹奈子のレコメン公式 X フォロワー増加計画。はい、ちょっとね急にフォロワーが減りまして、今ねちょっとずつこの放送中に増やしていけてはいるんですけど、まだ、100もいってないぐらいかな。本当は600ぐらいまで行ってたんですけど、ちょっと急に減ってしまったので、この放送中にできることだったり、まあこれからねしていけそうなこと何でも構わないので、フォロワーを増やす案を募集しています。可能なものはもうすぐに実践していきたいと思います。今もねこの間のさっき話したクレーンゲームのね動画とかも上がってるので、ぜひ見てみてください。テーマメールの他にも放送中のリアクションやツッコミなど何でも送ってください。メールアドレスはレコ@joqr.net、 レコ@joqr.net、 レコの綴りは RECO で全て小文字です。そしてここで番組からお知らせがあります。再来週8月26日からの1週間は文化放送スペシャルウィーク。レコメン各曜日も様々な企画を準備中です。そして8月28日水曜日の矢吹奈子のレコメンのスペシャルウィークは、夏の夏い話スペシャル。最近、水曜日でブームになっている懐かしい話、リスナーさんそしてゲストの方々と懐かしいオフカボル3時間をお送りします。ゲストさんはですね来週の水曜日までに発表するのでお楽しみに。リスナーさんからはこんなテーマでメールやコメントを募集します。みんなの懐かしいものを集めよう、懐かしコレクション。自分が子供の頃に遊んでいたもの、使っていたものなど、お家にある懐かしいと思うものを写真で送ってください。当時のねエピソードもあればぜひそれに合わせて送ってもらえたらと思います。ハッシュタグカタカナで、ハッシュタグ、レコメンの夏コレをつけて、懐かしいものの写真とねエピソードを投稿してもらえたらと思います。再来週の放送で紹介します。お盆でね実家に帰省中という方はぜひ探してみてください。そして、あ、今日もねそうスタッフさんも持ってきてくれたり、そう私もね前にラブベリーのねカードをねいろいろ持ってきたりしたんですけど、ぜひね皆さんも探してみてください。再来週のスペシャルウィークぜひ聞いてください。ということでお待たせいたしました。この後はキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンです。矢吹奈子のレコメン最後までよろしくお願いします。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。@joqr.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに全国にお届けしている矢吹奈子のレコメン。この後は私矢吹奈子がボートレーサーの魅力を伝える
レコメンシェアリング、アイアムアボートレーサーです。レコメンシェアリング、アイアムアボートレーサー。このコーナーは、ボートレース振興会の提供でお送りいたします。ここからは、レコメンが推していきたいものをマンスリーでピックアップしていく、レコメンシェアリング。今月は私、矢吹奈子が、ボートレース、ボートレーサーの魅力をお伝えしていきます。今日もこの方と一緒にお送りしていきます。女子ボートレーサー宮崎アンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も一つのテーマを決めまして、そのテーマにまつわるお話を宮崎選手に伺っていきたいと思います。本日のテーマはこちら、プライベートでは何をしてるの。今日はボートレーサーの方が普段どんな生活を送っているのか、プライベートではどんなことをされているのか聞いていきたいと思います。では宮崎選手、教えてもらってもいいですか。はい。レースがない時はオフって見られがちなんですけど、若手とか練習っていうものに行ったりもするので、あんまり休みがない時はないって感じなんですけど、まあ、ある時は結構本当に外に出かけることが多いですかね。あ、外に行かれることが多いんですね。はい。買うものなくてもとりあえずちょっと買い物に行くっていう。ああ、そうなんですね。はい。じゃあ休みの日はできるだけ外に出たい。そうですね、外に出たいです。やっぱケアとかもしなきゃいけなかったり、トレーニングとかもしなきゃだと思うんですけど、そうですね。でもまあ自分のためっていうのもあって、こう体のケアだったりとかトレーニングはまあするようにはしてますね。なんかその前にその CM の撮影の時にボートを乗らせてもらったんですけど、ハンドル回すのが結構腕の力がそうですねいるなって思って、はい、筋肉痛になっちゃったんですけど、1日やっただけで。そうですよね。すごいあれ力結構いりますよね。そうですね。なんかボートもそうなんですけど、こうハンドルの硬さも自分で調整できるので、硬い人とかは本当に硬くて、これどうやって回してるんだろうってぐらい硬い人とかもいるんで、あのモンキーターンの、はい、腰キャンって上げてやるやつあるじゃないですか、はい、あれ地面でやっただけでも結構きつかったからすごい体幹必要だなっていうのを感じました。体幹とかバランス感覚とか大事だなって思いますね。ああいうのもやっぱ練習結構しましたか。もう練習して感覚を身につけてって感じですね。いやかっこいいな。いや宮崎選手のモンキーターン見てみたいですね。ぜひ今度見に来てください。あ、見に行きたいです。ありがとうございます。明日も宮崎選手にいろんな質問をしていきたいと思います。ではここでボートレースよりお知らせです。現在2025年4月にボートレーサー養成所に入所する訓練生を募集しています。平均年収1900万円のボートレーサーに近づく第一歩。そして養成訓練にかかる費用は無料です。15歳から未経験でチャレンジできるプロアスリート、ぜひあなたも目指してみませんか。募集締め切りは9月6日金曜日必着です。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。レコメンシェアリング、今日はここまでです。宮崎選手、明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。宮崎奈子のレコメン。文化放送をキーステーションにお届けしている矢吹奈子のレコメン。ここからは今夜のテーマメールを紹介します。テーマはキューボ矢吹奈子のレコメン公式 X フォロワー増加計画。はい、これまでですね、ハッシュタグレコメンのポストをいいねするとか、公式の方でいろんなポストにいいねするっていうのとか、クレーンゲームの動画を上げる、これは実践しましたね。そして自撮りを上げるっていうのも来たんですけど、まあただただ上げるのだとあれなので、まあ11,175人になったらっていう風に言ったんですけど、それからねポツポツっとしか増えてなくて、お、あれでも131まで来たんですか。おお、あと44人頑張れ行くかな今日中に。あと30分弱だけど、行くか。じゃあ続きましてね、メール来てるので読みますね。愛知県ラジオネーム屋根裏の、月面キッチさん、ありがとうございます。 UFO キャッチャーの動画見ました。ありがとうございます。撮れた瞬間のなこちゃんが可愛かったので、ひたすら UFO キャッチャーをやる動画を載せてほしいです減らない？大丈夫かな。
なこちゃんのポケットマネーでやるとリアクションがリアルなのでフォロワー増えると思います。はぁ、ちょっと待ってください。週1ぐらいであげなきゃいけないってこと？そんなことはね。やるたんびに欲しいなってやればね、リアルマネー。今回もだってリアルマネーでやってるからさ、あれ2500円のリアクションだったと思いますよ。結構なんかただただやったーとかじゃなくて、よかったって言ってますからね。私あれ結構リアルなリアクションが取れてるとは思います。まあね、取れなくても失敗したのでも載せるのありですね。うんうん。続きまして、千葉県ラジオネーム白い怪盗さん、ありがとうございます。ラジオドラマを作るというのはどうでしょうか。リスナーからお題に沿った作品を送ってもらい、それを演じてもらえます。女優としての素晴らしさも見れますし、いろんななこちゃんが見れると話題になります。本当に話題になるのかな。でもね、私やってみたかったかも。うん、なんかあのやっぱさ、前も紡ぐ 1% の初恋、あれやっぱ聞いてさ、本当に感動とか、まあ、いろんな感情になったから、やってみたいという気持ちもありますね。恋愛系でも、ね、じゃなくても、まあ、今まで警部はやってるじゃないですか、ここで。矢吹警部、うん、ドラマではないけどキャラクターとしては出てきてるし、なんか声で表現するってまたね難しいと思うんですけど、やってみたいです。一回ね、朗読劇はあの前にやらせてもらったことあるけど、なんかそれもすごい楽しかったからやってみたい。まあ脚本に限るからな。ラジオドラマってやっぱ脚本大事だから、まあ皆さんにかかってますね、これは。だってリスナーさんから送ってもらうんでしょ。みんな大変じゃないこれ。でもシチュエーションだけ送ってもらう、確かにシチュエーションだけ送ってもらう、もう短めのね、ドラマというか、まあなんていうか、ほんと1分程度短い。でもそのキャラクター案とかね、キャラクター案とかだけでもいいのでね、ぜひ。あと言ってほしいセリフがあれば、まあそれでもいいですし、広がるね。うんうんうん、これが増えるか、増えるかな。確かに聞いてくれる人も増えれば、同時にねフォロワーも増えますからね。続きまして、東京都ラジオネームシュラッシュ、あ、スラッシュアッパーさん、ありがとうございます。フォロワー500人増えるごとに、なこちゃんの秘密を一つ明かすというのをやってみてください。多分爆増します。早くない？なんか500人ずつで1個ってもうなくなるよ、私の秘密。全秘密話すことになるよ。秘密って何？私あんま秘密ないんだよな。なんかさ、秘密にしてないのに、なんかそれそうなのみたいな思われることはいっぱいあるかもしれないけど、別に秘密してることは特にないかな。初出しの情報、初出しの、まだ増えてないから、まあそうですね。いや考えても出てこなそうで心配で、いいですけど何にもないかも。本当に秘密なんてものは、秘密？秘密ってなんだ。全然出てこないです、今すぐに。誰も言ってない、誰も言ってない。それ言えないね、まあ、ここで言ってないとかね、なんかあるかな。結構普通みんなって秘密あるんですか。まああるか。ちょっとあるか。ちょっとあるだろうけど、言える範囲の秘密でなんか持ってるんですか、そのみんな秘密という武器を。私はあんまないはかもしれない。さらけ出してる、さらけ出してるかな。まあでもね、その週で急に出てるかもしれないしね、実は今週何々しましたとかね、いけるかもな。今伸びしながら喋ってる、伸びしながら喋ってる。今日はちょっとね、めっちゃ伸びをしちゃう日なんですよ。まあ一個秘密喋るとしたら、ほんと昨日夜の9時に寝ちゃって、もうこの放送前の時間なんですよ。でも全然眠くないですよ。先に秘密喋るんだって。確かに。まあいいですよ、このぐらいの秘密ならね、全然。秘密でもないしね、もはや悪いことしてないし。はい、引き続きね皆さん、メールだったりハッシュタグでのコメントお待ちしています。ここで1曲聴いてください。リーガルリリーでムーンライトリバース。文化放送、矢吹奈子のレコメン。
みんなでアイス食べながらレコメン聞いて楽しい夜にしましょう。文化放送をキーステーションに全国にお届けしている矢吹奈子のレコメン。続いてはこちら。懐かしいを見つけよう。私が幼い頃に大好きだったセガのアーケードゲームおしゃれ魔女ラブ&ベリーの話をきっかけに懐かしい話をすることにハマってる水曜レコメン。懐かしいって具体的なものだったり話題だったり何かをきっかけに思い出した時に言うよねということで、このコーナーでは懐かしいを見つけるために当時の、流行を振り返っていきます。遊び、おもちゃ、ギャグ、曲など当時の流行ワードをたくさん紹介していきます。ぜひね、皆さんにとっての懐かしいが見つかったらメールやコメントで教えてください。今回振り返るのは2011年から2013年、私が小学校4年から6年の頃ですね。じゃあまずはね、流行語から振り返ってみましょう。ここにねリストがあるんですけど、あ、2011年君かわいいね藤森さんのね、これ2011年なんだ。なでしこジャパンもね初優勝か、女子サッカーワールドカップその時か。で2012年にスギちゃんのワイルドだろうもありますね。やりました、めっちゃやってた、みんなで。もうその時からさ、何デニムの、タンクトップ着てる人を全員スギちゃんだって言ってましたね。で、2013年、今でしょ。なんかすごいね、流行語めっちゃある。おもてなしもあるし、ジェジェジェ、アマちゃんね。あと、倍返しだ。すごい、いっぱいありますね、なんか。この2013年めっちゃいろいろ生まれてる。続いて、おもちゃや遊びね。これもリストあるんですけど、任天堂 3DS 2011年、この時からか。確かに最初は普通に DS やって DSLL みたいなの持てて、その後だったかな 3DS、 あ、その前だったかな。 3DS も持ってましたね、懐かしいな。でもほぼね 3D にしてなかった、私は。なんかあれ変えれたんですよね、 2D か 3D か、こう、横のこのボタンじゃないけど、何、動かすカフみたいな動かすやつあって、それで帰れたけど、そう、懐かしいな。でリズム天国は Wii で出たんだ、この年に。へえ。で2012年に道森ね、飛び出す動物の森 3DS 版だ、これも絶対やってた。飛び森ね、やってた、懐かしい。お気に入りの住人とか、お気に入りの住人覚えてないけど、ナビボベッタービボベッティーが好きですね。あの曲は忘れられない、本当に。曲知らないですか。あのさ、白いさ犬がさ歌うじゃないですか、ギター持て、ナビボベッタービボベッティーみたいなこれめっちゃ似てると思うんですけど、どうですか。でもみんなで真似しませんでした、あの喋り方。どう、うまくないですか、ちょっと。うまくない。わかんない。ちょっと笑いながらわかんないみたいに言わないでください。結構似てると思う。あとリズム天国はちょっと、ウィー版私やったことなかったんですけど、ウィーね、持ってたか覚えてないんだよな。買ってもらえなかった気がする。友達の家でやってた。はるかの家で。はるかって友達がいて、友達の家でいつもやってたな。二人でやっても、罰ゲーム決めてやろうみたいな。負けた方が、何々みたいな、やって決めてやってて、懐かしいですね。楽しかった。あと、ポケットモンスターブラック2、ホワイト2。これも DS で出たんですかね。これさ、どういうキャラかさ、名前忘れちゃったけどめっちゃ覚えてて、なんか、竜みたいな感じのね、キャラクターで。なんかその当時、セブンイレブンでスタンプラリーやってたんですよ、なんか。ハンコっていうの？なんかハンコ押すみたいな。やってて、もう、家の近くの、セブンイレブンを巡ってました、自転車で。結構いっぱいあったから、ありがたかったんですけど、家のね、西方向、東方向、全部回ってましたね。
うん、懐かしい。こんな感じかな。じゃあ最後はテレビ番組なんですけど、やばいですよ。もう2011年にたまりまくり、私の見てたやつ。丸物を着て、家政婦の見た、謎解きはディナーの後で、もう全部見てた。懐かしい。丸物を着てなんてもうね、やばかったですよね、あのブーム。いやー、最高だな。お、メールも来てる。静岡県ラジオネーム森のペパロニさん、ありがとうございます。2011年に放送していた丸物を着てを見ていました。スペシャル回も必ず見ていました。放送当時小学2年生で、学校の休み時間、自由帳に丸物が書いてた置き手を自分なりに書いたり、学校でも流行ってたので給食の放送に丸盛りダンスが流れていました。今でも歌詞とダンスは覚えていて、家に CD もあります。ちなみになこちゃんが好きなおしゃれ魔女ラブ&ベリーの LINE スタンプが登場しましたよ。見ましたよこれ。私もねスタンプ見て、でも今日なんだよ、分かる人にしか送れないなと思ってちょっとね迷ってたんですけど、やっぱ買おうかなと思って。いやもうね、同世代のね、その学校の友達だったりに送ってみようかななんて思ってます。はい、ということで今回はここまでとなります。来週はね2014年から16年を振り返っていきたいと思います。以上、懐かしいを見つけようのコーナーでした。それではここで一曲、まあやっぱもうね、今この話をしたらこれをかけるしかないということで、フジテレビ系ドラマ丸物を着ての主題歌で、丸々もりもりお送りしてきました。矢吹奈子のレコメン、チコでインパーフェクトを聞きながらのエンディングです。この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞き直すことができます。ぜひ友達にも共有してみてください。明日木曜日はミルク吉田仁人さんのレコメン、ゲストにミュージシャンのワンスが登場します。そして来週8月21日水曜日、矢吹奈子のレコメンはアイドルグループノットイコールミーから菅波美玲さん、谷崎沙耶さんが登場します。お二人は11時台に生登場です。二人に関する情報や質問メール、タレコミもお待ちしています。はい、そして私からのお知らせはですね、8月18日日曜日、夜10時から私がキラ萌子役で出演します。ドラマ素晴らしきかな先生が放送スタートとなります。そして8月24日水曜日に、ラビットロックに出演させていただきます。これね、配信チケットがまだ販売中ということで、ぜひ気になる方は買ってみてください。よろしくお願いします。何やるかはね発表されてないんですけど、お楽しみにということで、あとね再来週のスペシャルウィークに向けて、懐かしいもの、夏いものをねぜひ皆さん探して、X の方でもねハッシュタグでレコメンをねつけて、あとハッシュタグレコメンの夏これっていうのをねつけて、ポストしてくださったらと思います。私もねお家でね探してみよう。2週間あるからいろいろ見つかりそう。なんか懐かしいもの探してみたいと思います。そして現在のフォロワーなんと1万148人。うわー足りないね。自撮りまでちょっとまだでしたね。でも今日だけで、そっか150人増えてんのか、以上だよ。まあ急にね600減ったのがなぜなのかっていう話なんですけど、戻ってきたのかな、もしかしたら。お帰りなさいね。まだ友達がいないよね。まだ友達帰ってきてないね。あ、矢吹奈子ちゃんのレコメン公式フォローさせていただきました。なんで今までフォローしてなかったんだろう。なこちゃんの顔が可愛いのはもちろん、声と話し方もめっちゃ癖になる、好きって。ありがとうございます、いつかさん。ずっと聞いてくださってはいたのかな。あ、そうですよね、やっぱ聞いてても気づかなかった方もね、もしかしたらいるかも。だからおーい、レコメンの公式 X フォローして。ちょっとあの流し聞きしてる方に向けて、ちょっとってなるでしょ多分。今のでちょっとびっくりしたかなってこれが聞くのかどうかちょっとあんま分かんないんですけど、
どうかな、今ので4人ぐらいはフォローしてくれればいいな。続きまして、ラジオネーム残念な生き物さん、あ、前も送ってくれた、ありがとうございます。なこちゃんこんばんは。こんばんは。レコメンを聞いてる人に、学生が多いということで恋の悩みがある学生も多いはず。そこでなこの恋愛相談所をやってみてはどうでしょう。恋バナが好きななこちゃんに答えてもらえば解決間違いなしだと思います。検討してみてください。確かに私結構ね、なんかその恋愛リアリティ番組見るのも好きだし、まあね、ドラマ、韓国ドラマとかも見たりするから、結構いろんな気持ちわかると思う。なんかその自分の感情もそうだけど、そうじゃなくて、そういろんなね、なんか男女どっちものね、感情わかってると思うので、お待ちしています、なこの恋愛相談所。ということで、それでは私とはまた来週お会いしましょう。矢吹奈子でした。またねー。